もうこんばんは、平井弘明です。今回はですね、ネタが徹君教えてくんないですよ。なんかいろいろ工作をしてきてもらったんですけど、なんかチラッと見えるんですけど、カードを何枚か持ってるんですけど、何それ。じゃじゃん、今日は理論のマッチングっていうことで、マッチング、カード作ってきたんで、そのカードを引いてもらって、引いた理論のマッチングかどうかっていうのを解説してもらおうかな、こんなになるほど。こんなにね。めっちゃくちゃあるね。めっちゃある。はい。2枚。そう。おお。これ。おお。見ていい？見せて。左手リードでドロー。おお。これマッチングするかしないかって話？するわけないじゃないこんなの。するわけない。これダメ。ゼロじゃないけど、めっちゃ高度。全部レベル10段階で言っていい？じゃあ今からこの後引くの8、9ぐらい。これ8、9レベル、あ、難易度ね。それぐらい難しい。逆を言えばこれが右手になるじゃない、難易度2。そんぐらい。そう、難しいことをわざわざ この球を打とうとしてるわけよ、難しいことで。で、右手だったらこれがもっと簡単だろ、この結果が。ドローを打つ理論ではないってこと。あ、そういうことね。そう、向いてないってこと。不向き。そもそもね。そもそも。で、これをやろうとしてるでしょ。だから難しいってことなの。そのために生まれたんじゃないんだね、左手に。そう。球を押し込んだり、押さえたり、ラインを出したり、とにかくターゲットを絞るための理論として有名になったんでね。はいはい、この人。でもこれ逆なんだよね。うん、やることが、結果がさ。だから、こう、マッチングとしては非常に薄い。そういうことね。うん。じゃあ、ここはマッチしなかった。しなかった。ノーマッチング。ノーマッチング。うん。次行く？次行こうか。うん。シャロースイングと、じゃあこれ行こうかな。左。これはわかる。うん、それ。これは何？ジョーカー。左足移動っていうのは、どう…左足移動って何？そうだね、これがね、リードだったら分かる。リードもないでしょ、でも。ない。ジョーカー引いちゃったから、これ引き直していい？引き直し。ふざけて作ってるやつだから。OK。ジョーカーだから、もう一個これ。じゃあ、この辺から引こうかな。真ん中。あ、これは正当な2枚、うん、そうだね。そうで、しかも答えも正当、ノーマッチング。俺がなんかさ、ノーマッチしか入れてないみたいになっちゃう、これ。そんなことないんだよ、そんなことない、うん、そんなことない。これは、両方こう、すごい有名じゃない、飛距離を出したいのと、シャロースイングって今ね、話題になってたじゃない。これはマッチングしないと思う。詳しく言うと、もともとある人がこれをやったらマッチします。 80%、 70%、 80% マッチングするけど、求めてる人がこれをやったらもうゼロに近いぐらいノーマッチ、ノーマッチングだね。全然合わない。この理論自体がこれではないから、飛ばしではないから、これは合わない。これいいね、2枚。これいいのよ、ね。いい。あの、動画っぽくなる。なるね。これいい。入ってくからさ。そう。オッケー。これいこうかな。これも。下半身左手。下半身左手。なるほど。リードとかどうでもいいんだね。これ1枚でいいよね。下半身、これもジョーカーでいいのかな。それジョーカー、よく分かんないから。造語がね、たくさん出てくる。オッケー。でもさ、2つともさ、お、いい。ハンドファースト。お。ハンドファースト体重移動。これはいい2枚ですね。あ、これもいい2枚。いい2枚。あの、動画っぽい。ハンドファーストと体重移動自体は、超マッチ。あ、マッチなんだ。超マッチ。これは醤油とマヨネーズに唐揚げつけるぐらい。それやばい。やばいでしょ。やばい。これめっちゃマッチ。マッチだね。ただ成功率を言っていい？知らない。知らない。それぐらい難しいよってこと。そうなんだ。マッチなんだ。またマッチングはする。この2つはね。てかどっちかやるんだったらどっちか入れてあげた方が効力は高いですよっていう感じだからいいのよ。だけど
これを2つやったことで、ショットの成功率はどれだけって言ったら、多分ね、下がると思う。難しいから。はいはい。ああ。ただ、プロはこの2つやってる方は結構多い。それなりにやりたいことが明確だからね。これいい、2枚。すごい。なんか、ちょっと動画っぽかった。まだいっぱいあるから。どんどん。おっ、ジョーカーじゃない、それ。これ、あっ、うんうんうん。これどうなの、これは。めっちゃいい2枚。どうなの、これ、うん、マッチングマイナスいくね。マイナス、マイナスいく。下半身リードと手打ちでしょ、これマイナスだね。絶対合わない。ゼロゼロゼロ 0% マッチング率。これやるんだったらこれやっちゃダメ、これやるんだったらこれやっちゃダメ。絶対ダメなんだ。絶対ダメ。水と油だ。水と油。これはもう絶対、むしろいい2枚。言わせていただきたかった2枚。これ最高の2枚出た。本当に。そう、これいい。これは絶対マッチしない。俺手打ちは万能だと思ってた。何手打ちは万能だと思ってた。あ、本当、うん、本当ね、これはいらないから。あ、そうなんだ。そう、これはもちろん合うものはめちゃくちゃ多いよ、うんうんうん、だけどこれやるんだったらこれはいらない方が全てマッチするぐらい。あ、それ以外だったらもうほぼマッチ。そうだから出たのはどうなの。これも合わなくはないけど全然あり。あ、そうなんだ。うん、これ全然ありね。あ、ありなんだ。全然あり。あ、そうなんだ。全然あり。あ、90%。そうだよね、うん。それはもうベストマッチだね。うん、100%。100%。100%。全然。へえ。どっちかって言ったらこれドロフォーみたいな感じだから。ドロフォー。うん、これドロフォーだね。あ、ドロフォーなんだ、ね。うん。これは結構強い。強いカードなんだ、ね。強めのカード。うん。まだあるか。ジョーカーまだあるから。あ、オッケー。これ2枚いこうか。これ2枚になって。はい。うん、これはわかる。これはわかるんだけど、あの言葉としてないけど、うん、あの言ってることはわかる。わかるんだ。問題こっちだよね。体重振り、これはジョーカーでいいのかな。これはジョーカーでいいよね。ないから。もう一枚いこうかな。ジョーカー、最後ジョーカーいっぱい余ってるんじゃないの。おね、いろいろ含めてなし。マッチング率 40%。 あ、そう、左足リードって何だ。そう、これ、うん、確かにこれがちょっと俺もよく分かってるけど、うん、左足リードって、うん、どっちかって言ったら右のネット。右のネット系。右のネット系 40%、 うん、よく言って 40% だよね。これ90%いくから。あ、万能だね、やっぱり。全然いく、全然いく。手打ちはいいことだね、うん、むしろこれ白紙でもいいから、こういう感じだから。そうだ、うん、そんぐらい邪魔しないから。そうだった、うん、いつでも出せる。最後の方やばいんじゃない。やばい、うん、ああ、なんだこれ、まだあんだそんなに。ああ、ボディーターンとダウンブロー 70%。 悪くない、悪くないとね。これ、これは 90%。 あ、で、これは真逆だから、これは違うわね。あ、そう、あ、それはまあそうだね。うん、そう、もともと違うから。そうだね。そう、右向きながら左向いてみたいな感じ。そう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 。これはなくはないなっていう感じ。だからさっきの飛距離とあれと一緒で、あのハンドファーストと一緒で、これやるんだったらこれやって、これやるんだったらこれやってっていう感じ。あ、うん、ボディーターンしながらダウンブローにこうやって打つと、結局さっきの飛距離とハンドファーストに近い動きになりますよってことなんだ。飛距離とシャロンか。あ、飛距離とシャロンか。あ、とその前にあれあったよね、ハンドファーストとなんかあったよね。これはボディーターンしてダウンブローに打つと、やっぱそれなりに無理ない動きになるから、マッチング率はいいと思う。あ、うん、あの悪い感じじゃない。うん、ただ、さっきも何かのペアと言ったように、マッチングはいいけど、難易度は高いですよっていう、うん。両方やるからね。両方相当メインとしてる動きだから、マッチングさせてやると、相当技術は上げないと、成功率は上がらない。最後。最後。はい。インサイドアウトとオープンフェース。これね、意外とマッチングいい。あ、そうなんだ。うん、これがね、アウトサイドインだとやばいけど、うん、インサイドアウトでオープンフェースに、まあ、アドレスを取るんだったら、うん、こう結構きつめのドロー打ちに行ってんのかなっていう感じだから、俺的にはマッチングはね 80% ぐらい。あ、結構いい。いい、いい。
だけどこれとこれ、うん、ほぼ100。あ、100。うん。これとこれほぼ100。あ、100。うん。100出た。これね結構いい。っていうか平井これ3枚で平井になる。あ、そういうこと。うん。これ自体も別に2つ取っても全然悪くない。あ、そう。うん。ローテーションがきつい方だったらなお、ドロー打ちたい方だったらなお、うん、めっちゃいい、すごいいい、故意にやってればね全然問題ない。でこの2つのマッチング率本当いいから、うん、これはいいかもしれない。っていうかこのカードのあれいいね、いい。これ例えばいろんな組み合わせがあるじゃない、相当出してもらって、これとかインサイドアウトとハンドファースト、これは右の山確定ね、うん、ネットもしくは山確定ね、山角、うん、山角だね。やばいのあったな、これだ、これもやばい、水と油だね。ゆっくり例えばこれ家取りとかで全部並べてこれとこれとかでやったら多分もっとすごい話題が出てくるかもしれないけど、そう、例えばこれ、これ一つ出されて、じゃあ俺が何人かの前でこれの原因なんですかって言って、分かる方いらっしゃいますかっつって、インサイドアウト、なんでこうなるんですかって言った時に、これで悩んでる人が何人その悪い動きを答えられるかな、原因が何か、絶対じゃないけどほとんどの人のこのインサイドアウトの原因ってダウンスイングの右脇なのよ、右脇が締まる、あとはバックスイングで体を回しすぎてる、この2つが一番多いと思うんだよね、インサイドアウトに入っちゃう、うん、それがなくなればこれに悩んでる人がいなくなる。でも飛ばしたいとかバックスイングが回すものって思っちゃうとこれから離れられないのよ。そうだ、それがすごい怖くて、そうだ、それがなくなれば一番いいんだよね。あれでもインサイドアウトより、うん、アウトサイドインの方がいいんだよね。うん、アウトサイドインの方が基本の動きにめちゃくちゃ近いから、あ、うん、だから右脇が締める必要がないというか、締めたらできないんだよね、アウトサイドイン、うん、でも平井はインサイドアウトなんだ。うん、俺はインサイドアウト。ただ飛ばしに行く時だけインサイドに入ったり、飛ばしに行ったり調子が悪くなるとインサイドに入る。ノーマルだったらまっすぐこうやって構えたらこうやって打ちたいのよ。そうそう、アウトサイドイン。そう、イメージ作りは全部これ。そうだから素振りもドライバーの素振りもアイアンの素振りも全部こういう感じだから、うん、こうやって、そうだから最後こうやってフィニッシュを取りたい、こうやって、そう、それぐらいこうやってフィニッシュを取りたい、そう、そういうイメージじゃないとこれが強くなるから平岩っていう、そう、何もじゃ意識しなかったらインサイドアウトになっちゃう、なっちゃう、癖、悪い癖、インサイドアウトを極力少なくするために実際ボール打つ時もこう多少上からのイメージで打ってる、ちょっとこうちょっと V 字チックに、うん、カット目に打つ意識は絶対持ってる。しないと本当こうって煽るから、うん、それがもうミスって分かってるから、ドロー打つ時以外はやらない。いやー、よかったこのカード。今度じゃあ家でゆっくりやる？あ、やる。せっかく作ってもらったからこれのさらなるマッチングやる。やろう。うん。で今回はですね、トール君がいきなりですねカードを作ってきていただいてですね、あ、そのカードを引いてマッチング率を確かめていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。あ、でですね、ちゃんとですね理論と理論をこう合うかどうかっていうことをしっかり理解していただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。